前節湘南に敗れ連敗は避けたい12位アビスパ福岡、対するはここ3戦ドロー、福岡と勝ち点1の差の13位モンテリオ山形、レベル5スタジアムで迎えた直接対決です。過去8勝を13分け8敗と五分の戦いを演じてきた両者の対戦は序盤から山形ペースで進みます。7分その山形に決定機、しかしディエゴこのビッグチャンスを決められず、先制のチャンスを逃した山形でしたが、12分ディエゴが汚名返上とばかりにスルーパス、これに抜け出したのは中島裕樹、自身の J 通算300試合達成に花を添える先制ゴール。中島の今シーズン3ゴール目で山形が先制します。追加点を狙う山形は18分、相手のクリアミスを宮坂が拾い直接狙いますが神山の正面。前半ほとんど攻撃の形を作れない福岡、35分石津のシュートはわずかにゴール右へ。42分にも福岡、一本のパスからジョンをシュートは大きく枠を外れ、前半山形1点リードで折り返します。後半も主導権を握ったのは山形、55分中島、しかし追加点を狙ったシュートは神山に弾かれます。62分福岡は石津が山形の隙を狙いますがシュートは枠を捉えられません。74分には福岡にアクシデントが襲います。坂田が日向との接触により左足首を負傷、プレー続行が不可能となり三永との交代を余儀なくされます。福岡に反撃の隙を与えない山形、87分には高い位置でボールを奪うと中島が後半途中出場の川西、追加点こそ奪えなかったものの1対0のまま試合終了。福岡は2連敗、勝利した山形は4試合ぶりの勝ち点3を手にしました。